命の断り。うまくいったね。ひとまず要人の安否を確認するぞ。馬車へ向かう。怪我はありませんか？ひとまずは傭兵とだけお伝えします。傭兵ではこの場をお任せしても、報酬はそれと、もしもの時はこれを使ってください。試作段階のものですが役に立つはずです。お任せください。それでは。なんだお前ら、そいつはこっち。予定通りだね。リアツ、この後の段取りは覚えてる？ああ、大丈夫だ。問題なさそうだな。では行くぞ。速やかに向かう。了解。技を使って優位に立ち回るぞ。問題ない。よし、もう一踏ん張りだ。行こうか。了解。了解。やってやる。突っ込む。
機を逃すな。心得た。このまま突っ込む。了解。速やかに向かう。敵部隊撃破。了解。ここで使用できるということか。政府の試作品か。お手並み拝見だな。了解。また一つ腕が上がったな。助かりました。あなた、私の名はフレドレット・レスター。こっちはアンドリアズ・ロンダーソン。そしてもう一人がアイゼレア・ウィガンです。我々はウィガン家に身を寄せているものです。私はロレイン・ルクシオ。あなたたち元老院の一席によるウィリアム・ヘンデ様をご存知でしょう。私は主であるヘンデ公の命により傭兵団を創立するように動いています。あなたたちの腕前は拝見させていただきました。3人の名前で訪ねてくるならどうすようにと。元老院大臣の施設傭兵団。リアズ、予定通りだな。ああ、早速準備を始めよう。セントラルで傭兵を生業としていたアンドリアズたちは、王政府高官ロレイン・ルクシオを救い出したことにより、ウィリアム・ヘンデ公爵が創立するという施設傭兵団に入団することになった。傭兵団の団長はウズリム・ヨルデンという中流貴族の元騎士だという。
ここか。見てよ、何か映し出されてるよ。公爵は異国の文化にも精通している。これも独自の経路で輸入したものだろう。なるほど、他の傭兵団とは随分違うな。悪くない。改めまして、団の事務方を務めるロレインです。よろしくお願いします。改めまして、石油で了解。なんだ。よし。ああ、それとさ、まあな。礼を言う。ほう。とにかく全くだがで僕いいよ。ああ、にしてもまさかここまでうまくいくとはな。リアズが近いうちに政府の高官を狙った強盗があるって情報を持ってきた時はびっくりしたよ。普段から耳が早いとは思っていたけど、どこでそんな情報を拾ってくるんだか。たまたまだ。だがこれは俺たちにとって大きな一歩だ。アイゼは己の力を証明するため、俺とリアズは国と民の平和のため、それぞれの野望を胸に剣を振るう。よし、三人で頑張ろうね。ああ、神話の時代が終焉を迎えた混迷の時代、戦乱にくすぶるローテイル大陸の片隅である盗賊が国を起こした。
だわ。なあなあ、そういや。なん。さすがです、アンドリアス。よろいか。今回の依頼はウィリアム・ヘンデコを自らお達しになったもので、他の傭兵団と合同で行われます。セントラルとウエストフィールドの境にあるレギエ高地に救う大規模な山賊団の討伐です。この任務には。イスカリオン、早速実力を見せてもらうぞ。もちろんさ。あと、僕のことはイスカでいい。手はず通り、敵は大部隊の方に心強い。では、ちょっと待って。どうやら侵入され、あれを占領することができれば。速やかに向かう。ここれた。任せてくれ。了解。行こうか。了解。やってやる。Thank you.
心得た。行こうか。了解。避け切れるかな。任せてくれ。速やかに向かう。了解。行こうか。行こうか。了解。了解。速やかに向かう。制圧完了。